皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はついに新発売されたこちらのマウント&ブレイド2に挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2020年3月30日に新発売されたあの名作マウント&ブレードの続編ですね。一応ちょっと調べたマウント&ブレード発売が2008年ということで、もう12年近く経つのか。結構 YouTube でゲーム実況する前からですね、マウント&ブレードはやってたんで、ついに新作発売ということで、かなり楽しみですね。で、ゲームの方ですね、簡単に内容を説明すると、舞台は中世ぐらいの時代なのかな。いろんな勢力が争い合ってる世界で、もう本当にファンタジー要素とかなく戦いですね。剣撃での戦いとか弓とかそういったもので大規模戦闘をしていくゲームで、アクション要素以外にもいろいろ RPG とかロールプレイですね、ストラテジー要素とかもあるゲームになっています。ただまだ早期アクセスということで開発段階のゲームですね。あと日本語には残念ながら現状では対応していない形です。結構会話とかの選択肢も重要なので、英語だけでどこまでいけるかわかんないんですが、とりあえずプレイの方をスタートしていきましょう。2ができる日が来るとは思わなかったな、本当。最初はバンディットプレイでしょう。もう自由にやっていきましょう。あ、これが重要なんですよね。砂漠が気になる。砂漠から行ってみましょう。なんかグラフィックがマウント&ブレードじゃない感じがして違和感があるけど、すごいな。こんな感じなんだ。あ、ボイスが、ちょっとボイス聞きながら行くか。あ、かなりキャラクリいいですね。あ、3つか。あ、これかな。ヒゲが長いほどなんか強そう。あ、これすごいな。編んでありますね、ヒゲを。こんな伸びるの、ヒゲって。これ一番長いな。これにしよう。両親選びですね。出生を選ぶことで、ステータスとか、スタート時の、いろいろ特典が変わってくるんですよね。これ子供時代か。いいですね。子供時代の姿も一応見れるんだ。アフロになってる、ちゃんと。あ、ちょっと成長しましたね。だいぶ、貫禄あるな。だいぶ体格いいですね、このキャラ。まだヒゲは生やさないんだ。あ、でもこれターバンやるともうアフロがわかんないんだ。まあ、だいたいヘルメット被っちゃうからな。ワンハンドの武器と、多分これ槍ですね。槍強いからな、やっぱ。馬乗ってるんだったら最初から。いや、これめちゃくちゃ迷うけど、これにしよう。あ、襲撃されたんだ。あ、両親殺されちゃったんだ。はぁ、まあ、いつも通りな展開だ。まあ、ね、残酷な世界ですからね。弱肉強食の世界だからな。よし。じゃあ、これでいきましょう。あ、でも意外と早く決まったな。はい。アイムレディ。弟と一緒に行きましょう。ナジュンって読むのかな。いきなり襲われる？あ、いきなりもう、あ、もうトレーニングフィールドから行くんだ。ちょっと待って。ちょっと待って、見たい。うわ、広。めちゃくちゃ広いんですけど、マップ。ここが生まれ故郷ですよね。真ん中からスタートなんだ。っていうか、広。各勢力の旗ですよね。あー、懐かしい。まさにマウント&ブレード。とりあえず村行ってみましょうか。あー、いっぱいいますね。
農民とかか、バンディット倒したいな。正当に進化した感じですね。スピークトゥーヘッド、あー村長、うわー綺麗はい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 、おおおーすごいこれはすごいな。めちゃくちゃ一つの村の規模がでかい。いやーいいですね。なんかこう村の中とか一人称がいいな。村人の動きとかがすごい細かくなってそう。農民ですね。いやーすごい広いは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 い、どこにいるんだ、こっち側か、あの奥ですね。てかすごい動ける範囲が広いんだな、一つの村で。この村の中での戦いとかもありますからね。自分の領地の村を守るとか、あとは襲撃か略奪もできますからね。本作も多分できると思うんだけどな。あーすごい、はい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 、いやーめちゃくちゃ綺麗だな。村長これかな、村長っぽい人を探さん、これ女性だな。オルトキー押すと出てくるんだ。これ便利。なるほどなるほど、あちゃんと見える牛追いミッションあんのかな今作もロバですね。あでもここの村はすごい裕福な感じだな。これかこの人か、馬の上から偉そうに喋りかけようあご飯を譲る、トレード画面かな。リクルート、村でリクルートですね。ここら辺は変わんないと。でこれがその場所によって成長するクラスが変わっていくんですよね。まあ、とりあえず4人、お金は、あ1000ゴールドも持ってんだ、めちゃくちゃお金持ってんな。1、2、3、4人でしたっけ。はい、フードですね。音もなんか曲とかも一緒だな。マウンテンバンディット、山賊ですね。山賊狩り行きましょう。ちょっと指示とかのあれがな変わってんのかな、前の操作方法も覚えてないから。とりあえずは、あ6対6なんだ、いきなり大王はサレンダー言わないのこれあもう戦う画面になって、もう話し合いもできないんですねバンディットはまあこれはミッション慣れだからダメなのか。あ一応話せる、話せないですよね。あいいですね、自キャラのアイコンが渋い。あ来た来た来た、 F1 でチャージとかを選べると、あー F1 で全部のあれか、で3番4番でグループごとか、あーなんかすごい増えてんだ。あもう来てんの、フォローがいいな、まずは。てかみんな馬乗ってんのか、フォローミー、フォローミー、フォローミー、おー来た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 、ちょっと待って、一度間合いを取って。何これ、セカンドは、あーこんな風に見えるようになってんだ。てか全員騎兵だ、スコアフォーメーション、かっこいいいいですね。とりあえず、あ石投げてきた、あーちょっと待って、食らった馬食らっちゃった、いった消えたぞ体がチャージやばい、動きがいい、よし借りましょう借りましょう、アタック、覚えていきたいな、練習させてほしい。うわーすごい、あー外した石危ない石危ない、あー外したあー嘘やば、あー嘘結構バンディット強い助けろ助けろ、よしやった、あと1人、あーなんとか、あれ弟は生きてるとりあえず勝ったけど、
人死んでる。地上戦だ。立てないんだよな。ちょっと待って、密集しすぎ。弓兵もいないですもんね。どこ敵？あー、あれか。あ、いるいるいる。あれ、気づいてないの？これもしかして。危ない、いた。ダメージでかダメージでかい。やばい。死ぬ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 。一撃食らっちゃった。石投げてる石投げてる。カズの暴力、下手に加勢しない方がいいな。もういっちゃえ。投げまくってんな。あい。危ない危ない危ない。よし、入った。おたけびコマンドは何キーなんだろう。あっという間だな。終わった。あ、ボスみたいのがいる。何これ。なんか演出があるんだな。何これ。1対1で戦うの、もしかしてボスと。やばい、ちょっと手負いなんですけど。回復薬デュエルにするかどうかって書いてある。ちょっとどうしよう。全員でゴー。いや、バンディットの言うことは聞かないぞ。よし、デュエルは避けた。やりましたね。弟と違う道で行くの。弟と離れ離れなんだ。あの服もらっとけばよかった。あ、ファミリーネーム、ファミリーネームか。クランみたいな感じか。アフロファミリーにしとくか。それがもう旗になっちゃうわけですからね。あ、後ろの間で見れるのか。どれにしようかな。かわいい。なんか世界平和な感じでいいんじゃないですか。ラブですね、ラブ。あぜんとしてる顔に見えるな、これ。弟。やっぱ別れてよかったってなってそう。あ、一人なんだ、こっから。完全チュートリアルだったんだ。やば。これ服装までなんか、武器とか全部なくなってる。弟全部持ってった、もしかして。じゃあもうちょっと、平野とせっかく育てたと思ったら、全部ゼロか。本当にこっからがスタートですね。